褒め上手になるにはどうしたらいいですかっていう質問を受けたんですね。ヒロさんは褒めてくれるのがすごく上手だと。で、私ももっとこう、いろんな人を褒めれるようになりたいとか、ね、やっぱり人のことを上手に褒めれるようになると、人間関係もすごく良くなるし、相手にも好かれるし、信頼関係も作りやすくなるし。でも、なんだろうな、こう、ちょっと、嘘くさい、表面的に褒めたりすると、この人なんか、本当のこと言ってんのとか、なんかお世辞言ってんのみたいに感じにもなるので、より、褒め上手になるための、めちゃくちゃいい方法があるので、それちょっと今日皆さんに、紹介したいなと思ってて、もうそれを、シューティングゲームです。褒めまくりシューティングゲームっていう、そういうゲームがあるので、本当にすごく効果があって、で、僕がいつも脳内で何をやってるかっていうと、まあ相変わらず変人なことをやってるわけですけど、例えば私名古屋に住んでるんで、名古屋駅とか歩いてるとこう、ブワーって人がいっぱい歩いてるじゃないですか。で、それをなんとなくこう歩くのではなく、向こうから、もう、歩いてくる人を、頭の中で 0.2 秒ぐらいで、頭の中でよ、褒めまくるっていうシューティングゲームをやってるんですね。例えばこう向こうからなんか紳士が歩いてきたら頭から、いいねいいねね、今日のそのファッションもかっこいい、スーツが決まってる、靴までピッタピタ、もうカバン持って絶対できる男だよねみたいな。日本経済のためにありがとうおじさん、行ってらっしゃいみたいな感じで、頭の中で 0.2 秒でこのおじさんを褒める。するとこの、こっちからカップルが歩いてくる。あ、いいねいいねいいね、もう二人とも幸せ、俺がいっぱい出てるよ。もう絶対幸せになってる。彼女絶対もう中身の優しい子ね。彼氏絶対彼女のこと思いやってるね。二人は絶対絶対幸せになるよ。もうなんかファッションまで似てるし、雰囲気まで似てるし、オッケー、絶対幸せになったら行ってらっしゃいみたいな感じで、それ 0.2 秒出るんですよ。今聞き取れました？それぐらいの、もう来る人来る人来る人を頭の中でこうね、褒めて褒めて褒めまくるっていう変人ゲームですね。そう、これがね、楽しくて、何？そんなことばっかりやってると、もう頭の中にこう、ね、あるいは心の中にもうなんかこう、感謝とか、承認の貯金が溜まる感じ？そう、で、ボキャブラリーもね、増してくるんですよ。僕もこのゲームを始めた頃は、なんかね、全然なんだろうな、そういうボキャ、褒める言葉、語彙数が全然足りなくて、ああ、なんか、かっこいいね、ああ、おしゃれだね、ああ、髪型素敵だね、みたいな、ぐらいしかなかったのが、続けていくうちに、風格がある。凛としてるとか、なんかね、自分の中でどん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 こうボキャブラリーが増していって、でこれを実際対面で自分の例えば大切なね、生徒さんだったり友達とか仲間になんかこうね、褒めの言葉を伝える時にも心の底から言えたり、相手にスポーンってこう伝わる感じ。例えばなんかよく言われるのが、普通の人が他の人に言われたらなんかお世辞って感じちゃうようなことも、なんかヒロさんに言われるとストンって入ってきますみたいな。それは多分僕が心の底から相手に対してそれを思ってるからだし、しかも日常的にそんなね、もう名古屋駅歩いても、栄歩いても、東京歩いても、そのもう褒めまくりシューティングをずーっとやってるからなんです。で、これやると脳のその承認の貯金が貯まるだけじゃなくて、もう頭の回転も良くなるし、営業マンとか絶対成績上がりますよ。皆さんでもどうですか？なんか例えば、営業のアポイント取って、いよいよね、契約をしてほしいという時のそのアポイントとかで、なんか、できるかな、今日契約してもらえるかな、どうかな、みたいな状態で行くのと、もう、頭の中で、いいね、いいね、もう素敵、あなたも素敵、もう最高っていう状態のエネルギーの人と会うのとで、契約率一緒になると思います？で、そのエネルギーで行くのと、全く変わりますよ。そう、もうだから、あ、ちなみにこのね、ゲームは、30分とかやってるとめちゃくちゃ脳が疲れるので、もう思い出した時でいいです。もうあたかもこの何、携帯のゲームを楽しむかのように、例えば電車を待ってる時に、その、ホームの反対側にいる人をこう、頭の中でこう、片っ端から承認してみるみたいな、あ、いいね、いいな、あなたも素敵、あなたも素敵、あなたもいいね、みたいな感じで。そう、あるいは電車に乗ってからももう目の前に座ってる人にやってみたり、歩きながらやってみたり、このゲームがしかも発展していくと、もう人間だけじゃなくて、もう車に対しても、いいね、いいね、そのフォルムとか、青空に対しても、いいね、今日の青空とか言って、もう、どんどん自分の承認が止まらなくなってくる感じですね。それを続けていただくと、もうどうですか？普通にこう生きていくのと、頭の中でなんかね、今日も嫌だなと思いながら、こう普通にね、普通の自分だったらそうやってしてたはずの一日と、あえて褒めまくりシューティングをしながら、要は嫌なこともあるし、不安なことも悩みも本来はあるはずなんだけど、矢印を外に向けて、ね、自分の悩みにフォーカスするんじゃなくて、あえて外に、人のいいところ、素敵なところに、こう矢印を向けることによって、人生って確実にこう質が上がっていくと思うし、ね、自分のエネルギーも確実に上がりますよ。ね、こっちに矢印向いてたらこうぐるぐるしちゃうはずのものが、
外にこういいものを向けることによって、結果として自分にもっといいものが返ってくるっていう循環が絶対に起こるはずなので、もう褒めまくりシューティング。もうね、以前の動画でも喋ったスマイルアスリートと褒めまくりシューティング、もうこれだけでも本当に人生が変わります。ゲーム感覚でやってください。褒めまくりシューティングやらなきゃとかじゃなくて、もうあたかも携帯を取り出してアプリのゲームを楽しむかのように、褒めまくりシューティングゲーム。もう皆さんこれからね、普通に歩かないでください。もうぜひとも、もう植物だろうが空だろうが、もう石垣だろうがね、褒めるポイントいっぱいあると思うので、こんな路上の花が美しいみたいな感じで、いいねとか言って、やりつつ、なんかちょっとおねえっぽくなるな、動きが。そう、本当にね、人生が素晴らしいものになると思うので、褒めまくりシューティングゲーム、ぜひとも、皆さんの人生に取り入れてみてください。ありがとうございました。